こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では、大人の男性におすすめのスニーカーベスト3。 2023年バージョンでお届けをしたいと思っています。僕もですね、スニーカーが好きで結構いろんなものをですね、一年中買いあさっているわけなんですね。まあその中でもなんだかんだでよく履くものっていうのは3から4足ぐらいにですね、集約されるわけなんですね。まあ多くの男性にとっても僕と同じようにそんなに数なくてもスニーカーは回せるよという方は少なくないかなと思うんですね。ですので今回はそれぞれ個性の異なる3パターンのスニーカーを皆さんにご紹介したいなと思います。まあ今年っぽいものも あれば定番的なものもあるんですがその中でま全体の共通項としては2023年というところですねまここだからこそ買えるというものをですね厳選して選んでいましたのでまぜひですね皆さんの今後の靴選びの参考にしていただきたいなと思っています中にはすでにお持ちのジャンルもあるかなと思うんですがまあ、買い替えのタイミングにあこういった選択肢があるんだなっていうところを覚えておくとすごく次にスムーズに買い物できるかなと思うのでまぜひ最後までお楽しみいただければなと思っていますこちらのチャンネルでは 大人の男性に向けて、メンズファッションの基本を分かりやすく解説をしますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは、早速、行ってみましょう はい。ということで、まず一足目のスニーカーからやっていきたいなと思ってるんですが、まあ、ジャンル的には白レザースニーカー。ここはですね、大人の着こなしの中では欠かせないジャンルかなと思ってるんですね。ただ、いろんなブランドから様々な白レザースニーカーが出ていて、どれを買っていいのかわからないよという方も多いんじゃないのかなと思います。僕のチャンネルの中ではよく出てくるこちら、コンバースのオールスタークップですね。これがですね、まあ、僕の中では最もオーソドックスで使いやすい白レザースニーカー だと思っているんですねこれにもメリットがたくくさんんんあってどななな着ここしににも馴染みやすすすいいいいいというとうろデザインに癖ががのですごくいいんでごただ、これだとちょっと退屈に感じるんだよねという方もいらっしゃるのも事実なんですね。そこで、またもう一足ですね、よく出てくるのがこちら、グリーンレベルで展開しているジャマトレーナーですね。これまた個人的には好きで、白レザースニーカーというジャンルの中では、割とデザイン的には癖があるんですね。表面のアッパーと呼ばれる部分には2種類の皮が使われ てていまし滑らかなスススムーーーレザーとスウェードですねこの二つの素材が使われているんですが、ちょっとデザイン的に癖があるんですね。僕はこの癖が大好きなので、個人的によく使うんですが、まあ、この二つのですね、良いとこ取りみたいなものがないのかなということで、今回新しくご紹介したいのが、ビューティアンドユースのオリジナルでやっているコンビレザースニーカーというものですね、14,960円ということで、ちょっと実物はないので、写真で見ていただきたいなと思いますが、僕もこちらはですね、普段の スタイリングの中で何度もご紹介しているようなスニーカーになっているので、非常にクオリティが高いというところは実感しているアイテムなんですね。で、デザインを見ていただくと、これはですね、オールスタークップのようなシンプルさがあるんですが、切り替えが入っているんですね。ちょうどですね、サイドから見たこのラインぐらいにですね、切り替えが入っていたりだとか、あとはですね、履き口の部分と、このシューレースのところですね、ここの皮がですね、本当に近しいオフホワイトぐらいの色の皮なんですけども、微妙に色味を変えているんですね。 この辺りにちょっとした工夫があって、オールスタークップのようなシンプルさがあるんだけども、ちょっとこうジャーマントレーナーのような切り替えが入っているような、そんなデザインになっているんですね。まあ、ちょうど並べるとしたら、この2つの間ぐらいを取ったようなコンビレザースニーカーはすごく使い勝手がいいんじゃないのかなと思っています。まあ、ビューティアンドユースというブランド自体が考える白レザースニーカーなので、シンプルなんだけども、でも退屈に見えないというところ、このバランスをですね、よく考えて作られていまして、 レザーの質感もすごくいいですし、あとは紐ですね。このあたりも、やっぱりどんなものを選ぶかで、全然見栄えが変わってくるんですが、牢引きのですね、上品な紐を使っているので、このあたりはすごくドレスライクな雰囲気で、なかなかですね、仕上がりがいいんですね。今年、久々にレザースニーカーを新調するのであれば、このビューティーユースのスニーカーは、検討しておいて、まず間違いがないかなと思います。価格も1万5千円前後ということで、まあちょうどいいんですよね。安すぎてもちょっとテンション上がらないし、 と言って2万円超えてくるとなかなかそれもハードルが高いのでちょうど1万5 0 0 0円というところが個人的にはですねおすすめしやすいラインかなと思うのでぜひ、まあ、皆さんもこちらお近くにビューティーユースありましたら見ていただきたいなと思います唯一の欠点としましてはスニーカーのブランドとはまた違ってサイズの展開0.5センチ刻みではなくて25センチの次が26センチという形で1センチ飛んでしまうのでこのあたりのサイズ感ですねそこにネックさえなければすごくおすすめのスニーカー いかがかなと思いますまたジャーマントレーナーもめちゃくちゃ良くてグリーンレベルのジャーマンもですねよくお勧めしていますが僕はこのオールホワイトのバージョンが好きなんですねこれも最近また再入荷してたはずなんですがそれもうほとんど売り切れてしまっていてちょっと今回はですねこちらを第一候補には出さなかったんですが、まあ、こちらを見ていただくと楽天のサイトなんですけども結構似たようなジャーマントレーナーがありましてソウルモホワイトですごくクリーンなジャーマントレーナーがありますのでまあ、こういったもの8600 90円で、割と値段的には抑えめなので、まあこういったもので代用してもらうのもいいんじゃないのかなと思います。また在庫が復活したらグリーンレベルのこのジャーマントレーナーもめちゃくちゃいいのでお勧めしたいんですが、まあこのようなちょっと癖ありスニーカーが好きな方はぜひこちらも検討していただければなと思っています。ということで一足目は白系のレザースニーカー。第一候補でビューティーユースのオリジナルとなるコンビレザースニーカーですね。これがなかなか良かったので、ぜひチェックをしていただければなと思っています。 うんよしと、続いて2点目なんですが、えー、ニューバランスですね。これも欠かせないスニーカーのジャンルかなと思います。先ほどの白レザースニーカーみたいなものは、着こなしをクリーンに見せてくれるという意味で、まあ、一足あったら間違いのない選択肢なんですね。おしゃれ初級者の方から、中上級者の方まで、意外と白レザースニーカーって愛用者が多いので、決してですね、初級者だけが発うなものではないんですね。まあ、小綺麗なので、これまた使いやすいですが、それと対極にあるような、ちょっとやぼったくて、 今のトレンド感にあったような、ちょっとこう、ダサかっこいいみたいなニューバランスというものは、やっぱり一足持っておいて、損はない選択なのかなと思います。まあ僕自身も大好きで、このジャンルは本当にいろんなものを買っているんですが、その中で今回ご紹介したいものというのはですね、M2002RST というモデルですね。これもちょっと現物がないので、こちらの写真を見ていただきたいなと思うんですが、まあこの2002というですね、モデル自体は僕は所有をしていまして、それがですね、今 持っているこちらので、すすすすねねねモデルななんででで、ね、ちょっっっとカラーーーリンググは秋冬っぽいい、ね、重ためのダークグレーになっていますで素材はゴアテックスのモデルで、ちょっとですね、質感は変わってくるんですが、基本の形としてはこちらを見ていただくと分かりやすいかなと思っています。この 2002R というのが結構人気モデルで、数年前にですね、復国版が発売になった時には、ものすごくですね、いろんな方が殺到して、なかなか手に入らないようなレアなモデルだったんですね。まあ、その当時 僕もですね、なんとか頑張ってゲットしたんですが、グレーとオリーブがちょっと混ざったような色合いで、これまたすごく良かったんですね。そこから2002のですね、人気はめちゃくちゃ高まりまして、 結構ですね、事あるごとにいろんなカラー展開のものが発売されてきたんですね。まあその中で僕はこのダークグレーのですね、ゴアテックスモデルを買ったりしたんですが、まあ今回ですね、ご紹介したいのが 2002RST というモデルなんですね。17,380円で、カラーはまさにですね、ニューバランスをど真ん中的な ミディアムグレーぐらいの仕上がりになってるんですね。まあそういったとこで参考として持ってきたのがこちら、私物の992というモデルなんですけども、まあニューバランスの一番オーソドックスなカラーとして、一番最初に思い浮かぶのがこういったグレーだと思うんですね。ただ、2002R に関しては、なかなかですね、ど真ん中のグレーってなくて、僕もですね、あったらいいなとずっと感じていたんですが、それがですね、ようやく発売されてちょっと話題になったのが、こちらの 2002RST なんですね。こちらも何回もですね、実物 を見まししたたががすすすごくででねねデザイン的ににはソールにです、ね、ちょっとした厚みがあ、ってサイドから見た感感じじも少しごつい感じはあるんです、ねまあ、ただ、こう、ニューバランス特有のごてごて感があるんだけども、そんなにやりすぎないような絶妙なバランス。このあたりもすごくいいですし、あとは N のロゴの大きさですね。これがドンと大きいものもあれば、割と小ぶりなものもあるんですけども、こちらの 2002R に関しては、割と中間的よりもちょっと小ぶりかなというところで、意外と そうですね、使い勝手がいいんですね。まあ初級者向けのニューバランスが996だとすれば2002というのは 中級向けかなと思います。まあ、さらに上級向けになってくると、いわゆる990番台ですね。最新の方だと 990V6 だとか、まさに今持っているような992だとか、993だとか、まあ、そのあたりが中上級者向けかなと思っていますが、2000R というのは比較的ですね、価格的にも手が届きやすいところで、皆さんにお勧めしやすいスニーカーかなと思います。17,380円というところで、2万円にいかないというところでは、僕の中ではすごくお勧めしやすいですし、カラーの雰囲気 もいいですそして在庫状況ですね。ここも早いものはすぐに売り切れてしまうんですが、ギリギリ今だったら買えるかなというところなので、今回お勧めさせていただきました。ただこのようにお勧めすると、やっぱり一気にですね、在庫がなくなってしまうので、まあ、なるべく早めにチェックした方がいいかなと思うんですが、比較的使い勝手が良くて、クロート感があるようなスニーカーとしては、まさに今これお勧めのスニーカーかなと思っています。このようなニューバランスのど真ん中のグレーっていうのは、 パンツいろんなものに合いやすいんですね。僕が愛用しているブラック系のパンツにも合うし、あとはホワイト系のパンツにもモノトーンなので相性がいいので、まあ本当に一足あれば様々な着こなしに合います。そういった意味では今おすすめできるのはまさにこのスニーカーなので、ぜひ皆さんもチェックをしていただければなと思っています。 でよいしょラストはこちらですね。コンバースのモカシンスニーカーですね。これはですね、最近動画の中でちょこちょこと出しているモデルになっているので、まあ、気づいている方もいらっしゃるかなと思います。まあ、最近はスニーカーブームということで、まあ、僕自身ですね、一週間ほとんどスニーカーを履いているわけなんですが、そうなると確かにちょっとずつ飽きてくるのも事実だったりするんですね。まあ、そんな時にちょっと革靴ライクなものを取り入れたいなということで、実際に買ってみたのがこちらの コンバースのモカシンシューズなんです、ね、まあこれどちらかというとスニーカーというよりは革靴のジャンルかなと思いきやこちらのコンバースのモカシンに関しては後ろ見ていただくと分かるんですがスニーカーなんですねこれが個人的にはすごいなと思った点でまあよくやるアプローチではあるんですよねアッパーは本格的なレザーシューズなんだけどもソールを見るとスニーカーこういった流れっていうのは数年前から結構あったりしたんですけどもモカシンシューズでそれを表現したこちらのモデルというのは なかなかですねバランスがいいんじゃないのかなと思いますこのあたりのジャンルというのは クラークスのですね、ワラビーですね。このあたり僕ら世代としては胸厚なアイテムだと思うんですね。昔からあって中には履いたことがあるという方もいらっしゃるかなと思うんですね。僕はワラビーよりもデザートブーツ派だったのでそっちをよく履いていたんですけども、クラークスのワラビーが大流行してる中で、まあ、このようなちょっとこうぽってりとした丸みがあったりだとか、ちょっとこうスクエアっぽいようなつま先のですね、シューズがトレンドになってる中で、でもなかなかですね、クラークスのワラビーって 値段高いんですよね。革靴のジャンルなので、2万5千円前後。ゴアテックスモデルのものだと3万円超えてきたりするので、ちょっと気軽には買いづらいなというところもありますし、スニーカーに履き慣れてしまった。特に、ニューバランスをずっと履いてると、なかなかですね、足を甘やかせてる状態になるので、他のレザーシューズが履きづらいっていうのが、まあ、正直なところで、まあ、そんな時にも、こういったスニーカーライクな作りのコンバースのですね、モカシンだったら、割と履きやすいのかな といいう,うに思っていますで、結構個人的にはシルエットが秀逸だなと思います。まあ、クラークスのワラビーってスクエアっていうで結構特徴的なんですよね。良い意味でやぼったさがあって、そのあたりの文脈は結構ニューバランスと近いようなダサかっこよさだとかクラシックさがあるんですが、まあ正直このあたりの見た目には賛否両論があるかなと思うんですね。モカシ,ンシューーズを履きたいいいんだけどももちょっととははハードル高いなという方にに価格的にも ということで、ワラビーよりも半分ぐらいで買いやすくて、なおかつシルエットを見ていただきたいんですが、先端はですね、丸みがあるんですが、モカシンというとですね、このアルファベットの U の形に似たですね、縫い込みの部分、ここが特徴的なんですが、 ここがですね、割と U というよりは V に近いような鋭角になっていまして、割とですね、シャープな見た目になっているのがこちらのコンバースのカシンなんですね。なので、やぼったく見えないんですよ。先端っては丸みがあるんだけども、この縫い込みの部分が割と鋭角になっているので、適度にですね、大人っぽくシャープさがあるので、これは秀逸なデザインだなと思っています。ちなみに僕はですね、こちらのブラックのバージョンを持っているんですが、2色ありまして、実はですね、 ベージュもすごくいいんですよ。これどっちを買おうか最後まで迷ったんですね。ただ僕の動画の中でも解説をしたいなというのがあったので、まあオーソドックスなブラックを選んだわけなんですが、個人的にはこのベージュですね。ただこうベージュというよりはちょっとグレーが混ざっていたりするようなそんな色合いで、この絶妙な色合いが最高にいいんですね。ブラックのパンツにも合うし、ホワイト系のパンツにも合うので、まあそういった2色のパンツに合わせるのであれば、 意外とブラックよりもこのベージュの方が使いやすいのかなと思います。白パンに対してこのブラックのモカシンっていうのもすごく旬な見え方になるのでいいかなと思うんですが。 黒パンに対して黒のパンツだとちょっと重たい感じもするので、まあ、このあたりはお好みで選んでいただきたいなと思っています。このインソールを見ていただくとですね、こういった蛍光のイエローになっていたりだとか、なんかこうディティールも含めて凝っていてですね、すごく個人的には満足度の高い一足だなと思っています。まあ、コンバースって僕は大学生時代にオールスターが大好きで、めちゃくちゃ履いてたんですね。もう365日、オールスターのハイカットバージョンのもうですね、白いステッチ 全部解いてなるべくですねシャープに見えるようにカスタマイズしたオールスターをですねずっと履いていたわけなんですがまあ、それ以来そんなにコンバースとは縁がなかったんですけどもこういったモカシンタイプだとかよく動画に出てくるこちらのオールスタークップだとかまあこのあたりのスニーカーっていうところでまあ、再び大人世代には使いやすいものが多くなってきてるのかなという印象があるのでぜひ皆さんもですねちょっとスニーカーにマンネリ化を感じていたりしたらこちらのモカシンタイプのですねコンバースチェック をしてていいいたただきたいなと思っていますまだこちらに関してはちょこちょこと在庫があると思うんですね。なので初級者からこれから中級者一歩を踏み出したいなという方におすすめのスニーカーなので、ぜひチェックをしていただければなと思っています。 はい、ということでいかがでしたでしょうか今回の動画では、大人の男性におすすめのスニーカー3戦2023年バージョンということでお届けをさせていただきました。今回ご紹介したものと全く同じではないんですが、ほぼ似たものをですね、テーブルの上に置いてみたわけなんですが、ベーシックな白があって、そしてグレーというですね、まあ、様々なパンツに合いやすいような色味があり、そしてどんな時にも合わせやすくて、汚れも気にならないブラック。まあ、この3つがあれば、結構万能に様々な なななしに合わせられるんじゃいいのかなと思っていま,すまあ、それぞれのジャンルの中で、どれを選ぶのかっていうのはですね、人それぞれだと思うんですね。コンバースでもいいけど、もうちょっと価格を上げて、僕たち世代には胸厚のクラークスのワラビーに行くのもすごくいい選択肢だと思いますし、ニューバランスの中にもね、本当にいろんなバリエーションがあります。グレーのスニーカーだと996もあるし、2002もあるし、1500とかもありますし、990番台もあります。まあ、お好みのものを選んでいただきたいと思います。白レザースニーカーも本当にジャーマントレーナーか、 からオールスタークップそして今回ご紹介したようなビューティーユースのオリジナルまで様々あるのでぜひ皆さんの気に入ったものをコメント欄なんかでも教えていただければなと思っていますこれからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンツファッションの基本なるべく分かりやすく解説をしたいなと思ってるんですがもうちょっと中級者向けの内容を見たいんだよねという方はですね僕はもう一つ別で運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルがですね結構おすすめの場所になってるんですよねこちらの方ではセレクトショップのオリジナルからドメスティックブ さらににはは専門ブブラランンドドとか、まあ、もののよっててハイブランドの商品ままでですすねいいろんなものをご紹介しています僕自身がリアルにですね、普段から着ているようなものだとか、あとはおすすめのアイテムなんかも含めてどんどん配信をしていますので、気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。また、なかなか普段ゆっくり動画を見る時間がない方もいらっしゃると思うんですね。そんな方のためにオンラインサロンっていうのもやっています。まあ、こちらは文章と写真ベースでおすすめのアイテムをですね、結構ポンポンポンと テンポよくですすね配信をしています僕も毎日配信をしてますし、僕以外のスタイリストの方だとか、あとは参加者の皆さんも記事を書くことができて、まあ、いろんな記事をですね、見ることができるような場所になってますので、気になる方はこちらも概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの山やむでした。また次回の動画もお楽しみに。